ちは、オーメンズイレブンです。現在、母と二人で静岡県に来ています。本日は母の誕生日であり、そしてもう一つ、定年退職を祝うための旅行でもある。そう言いながらも、母以上に自分の方が旅行を楽しんでしまいそうだ。少しの休憩と買い出しを済ませる。再び出発。熱海の街を眺めながらドライブを楽しみ、昨年お世話になった修善寺を抜け、いよいよ目的地である土肥温泉に到着だ。チェックインの時間まで少し余裕があるので、あたりを観光しよう。天気はいいが、かなりの強風だ。この旅人岬から本日宿泊する宿が見える。西伊豆小土井温泉、茜色の海、アルジスだ。宿周辺の雰囲気を見に行こう。宿の目の前には海、釣り人も見える。2019年にリニューアルされたとのことで、口コミ評価もかなり高く、平日にもかかわらず本日も満室という人気ぶり。ふと後ろを振り返ると、写真と勘違いしてポーズを決める母がいた。もう少しこの周辺を散策しよう。人気は全くなく、民宿が何軒か見える。このような雰囲気が好きな私としては、路地裏や寂れた自販機など撮影したい場所が山ほどある。温泉街には欠かすことのできない存在である廃墟もその風情の一つ。アルジスが見える。建物正面とは違い、裏側は風情をあえて残したままのようだ。撮影でもたつく私を容赦なく置き去りにする母。夏場にもなると海水浴場も開かれ、にぎわいを見せるのであろう。そろそろチェックインの時間だ。早く海を眺めながら温泉に入りたい。こちらが本日の部屋だ。少しモダンな雰囲気を合わせた和室10畳の部屋と広縁、そして海が目の前、客室温泉露天風呂。しかも源泉かけ流しだ。
宿に到着すると、チェックイン直後から二人していつも慌ただしくなる。部屋の温泉に入りたい気持ちを抑えて、まずは大浴場に向かうんだ。最上階にある展望露天風呂。湯上がり後に様々なお茶が用意されており、休憩スペースも綺麗で落ち着ける雰囲気だ。ではまだ誰もいない大浴場へ。貸切状態で景色も最高だった。あまり長居はせず休憩をしてから、次は部屋の温泉に入る。皆様待望の入浴シーンをどうぞご覧ください。この景色と温泉を独り占めだ。素晴らしい時間であった。ようやくゆっくり落ち着ける時間が訪れた。今回は動画と気づいたようだ。そして西伊豆土肥といえば夕日の美しさだ。強風で雲が多いが、なんとか見ることはできそうだ。圧巻だ。言葉が見つからない。さすがにこの数十分は各部屋のベランダ、そして浜辺に少し人が出入りしている様子が伺えた。夕日を浴びている母は2歳ほど若返ったように見えた。先ほどまでの金色とも呼べるオレンジ色からまさに茜色の夕日へと変化し、ゆっくりと沈んでいった。